鳥山と平石の英文購読。はい、こんにちは。はい、こんにちは。春学期の8回目。はい、8回目まで来ましたかね。ましたね。早いです。あっという間ですね。早いですね。早いですね。びっくりですね。うん。今週もこの猫論文ですね。If I sit, I.If I fit, fits, I sit. ですか、はい、やっていきたいと思うんですけども、今週はあれですよね、課題で、皆さんにこの論文のタイトルを、翻訳してみてくださいというのを。そうなんですよね。お願いしましたけれども、あ、なんか。いろいろ関係ないものがいろいろ出てきて。関係ないものが出てきてますけども、これ何の画面？今、ディスコードが出てますね。ディスコードでですね、これだ。皆さんの、はい、翻訳してくれた例をですね、こう今ざーっと出してますけども、いろいろ皆さん出してくれて、いいですね、面白かったですね。うん、どれもね、うん、なんか皆さんよく考えてくださってて、うん、こう鳥山さんの特にお気に入りとかありますか？何ですかね、私このぴったりでゆったりとか、この韻を踏んでる感じが。ぴったりでゆったり、ぴったりでゆったり。これ今カーソルって見えてるんですかね、あ、カーソル見えてますよ、はい。これですね、ぴったり韻を踏んでる感じ、いいですね。うん、これもいいですけど、韻を踏んでる感じと収まりがこだわりっていうのはですね、ちょっと、まあ、かなり意訳が入るんですけど、なんかこの、まあ、こう、まあなんかこの猫が入っちゃう感じがですね、こうなんか、うんうん、それもいいなって思ってですね、うん、結構気に入りましたね。いやでもどれも本当とかですね、うん、こう猫っぽい感じとかもね、うん、こういうのもいいですし、かわいい。はまるところにはまる。はまるところにはまる。なんかいいんですか、配分かるって思うんだけど、全然配分でもなんでもない。いろいろ皆さん書いてくれて、うん、楽しかったです。皆さんも他の人を見てですね、うん、結構ちょっと良くないですか、楽しんでもらえたらと思います。はい。はい。ありがとうございます。それだけですね、この。まあ、それだけなんですけど、はい、まあ、もともと我々の、こう、なんか楽しみのために出させてもらった課題なので、はい。はい、すいません。じゃあ、課題の2番目ですけども、2番目の課題は何でしたか？課題は、その、今回の研究、実験室に猫に来てもらうんじゃなくて、うん、お家でやってるわけですけど、そのなんで実験室じゃなくてお家で実験したのかなっていうのを、まあ、説明してくださいというものだったんですけれども、そうですね、で、まあ、皆さん基本的にこっちについてはよくできていたんですけれども、そうですね、大体皆さん、はい、ポイントは抑えられていたかなと思います。ハッピーモンスターさんですかね。ハッピーモンスターさんかな。あ、そうですね。16行目。特にこう、いい感じ。そうね、過不足なく、はい、うん、まとめていただいて。ちょっと読んでみますが、先行研究で猫でも錯視が見られるのではないかということが分かってきていた。猫は実験室などの環境下では、ストレスの影響が生じた行動をとるため、より日常に近い状況で自然な反応を見る実験をする必要があった。今回の実験はコロナ禍の中で市民に協力してもらうことで全てリモートで行うことができ、さらに家での自然な反応を見ることができる初めての実験となったということで、まあ本当過不足なくっていう感じですね。まあもともと実験室で分かっあるっぽいってことが分かっていたんだけども、うんうん、よりストレスがない猫にとっての、まあ、こういうの生態学的に妥当、エコロジカリーバリッドとかいうふうに言うんですけども、はい、そういう猫にとっての自然な環境下で本当にそういうのが見られるのか調べてみようぜっていう、うん、で、まあ、あとはそのコロナっていう問題があってですね、うんうん、普段結構猫の実験とかやるとこう 飼い主さん募集とかのこうチラシとかを動物病院とかに貼って、でそこで連絡くれた方にこう猫ちゃんをですね大学まで連れてきてもらったりとか、うんうん、まあ、逆にまあ、お家に行ったりとかね、行くこともあるんですけども、うん、行くときもこう研究者が行って研究者が実験をやったりするんですけども、
まあ、人と人の接触を避けなきゃいけないという状況があったんで、うん、まあ、今回はご自宅でしかも飼い主さんに実験してもらうという形を取ることで、よりこう自然な猫の動きを見られる、うん、見たいという、そういう狙いがあったということですね。この生態学的になんか妥当であるっていう、このエコロジカルっていうのがね、なんかもしかしたらちょっと意味が分かりにくかった人もいるかもしれないですね。普段なんかこうエコロジカルって何ですかね、こう環境とかなんかこうエコみたいな、なんかエコみたいなね、なんかね、使い方を、太陽光発電みたいなね。いやもうなんかもうそれエコロジーでも何でもないんですけど、なんかそういう方な方向に話がいっちゃうんで、ちょっと違う、あの同じ単語なんですけど、意味としてはこうなんていうか、その生物にとってとか、その、知りたいことのより自然な状況、うん、あの本当に妥当な状況になってるのかっていうような意味で、うん、こうエコロジカリーにバリッドかっていうことが言われてる、うんうん、だからこれ人間の研究なんかでも同じなわけですよね。そうなんですよね、うんうん、この間の何でしたっけ、あのドラゴン桜の話でこう、うん、あの小指でね、なんか20回叩くみたいな、そう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 、20回だっけ、21秒間で100回じゃなかったかな、あ、そうか、全然違って、ね、まあでもなんか小指でひたすらボタンを押すっていうね、なんかでそれができるとなんかすごくこう頑張れる、努力できるのだみたいな話だったわけですけども、うんうん、あの、それどれぐらい妥当なんだみたいなね、ま、そう、なんかだから、まあ、あの漫画の表現がかなり誇張してたっていうのはありますけれども、うんうん、でも元々の研究でもこう、まあ、努力するっていうか、苦労するっていうことを意図か意図わないかっていうんで、小指でボタンを押すっていう例を挙げてたんですけども、うんうん、じゃあ小指でボタンを押すっていうことが、例えば受験勉強を頑張るとかね、いうことの頑張るっていうことと同じなのかっていうことですよ。うんね、なんか小指でそんな叩ける人はじゃあ人生において努力できるのかみたいなね。そうそう、それ妥当なのっていうことですね、うん、あの小指では叩けるけども人生頑張れないとか、うん、人生めっちゃ頑張ってるけれども小指は嫌だっていう人だっているかもしれないし、まあ、それが個人の問題じゃなくて、そんなに本当にそこって一致してるんですかっていう、うんうん、とかその前のあのノートをこう紙で取るか、うんうん、タブレットでやるかみたいな話もありましたけども、あれなんかもこう、あれなんかお話を読んでカレンダーとかなんかスケジュールとか、うん、そうですね、なんか実験場面でね作られた状況でしたけど、でそこからこうなんか e ラーニングにおいてみたいな話までしちゃうわけですけども、うんうん、でもこう教室でねこうなんか覚えようと思って、うんうん、ノートを取ったりとかスマホに記録したりするっていう状況と、うんうん、なんだかよく分からないけど実験室に来てこれ話記録してって言われてやって、うんうん、でいきなりその後にあのインシデンタルメモリーっていう、だから覚えといてって言われないで思い出せって言われてる状況っていうのが、うんうん、そのいわゆる覚えようと思ってやってる勉強とのこう同じものになってるのか、生態学的に妥当なのかっていうと、うん、よく分かんなくないっていうことも言えるわけですよね。そうですね、結構ね心理学の実験だとなんかそういう実験室でやったことがじゃあ実際のなんか行動にどれぐらいなんかこう妥当性があるんだみたいなことはまあ言われますからね、うん、そう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 、なので、まあ、今後もまたねこのエコロジカルバリディティっていう話は出てくるかもしれないし、うんうん、心理学の研究の話を皆さんが論文読みときとか、まあ、ニュースとかで見るときにはすごく大事なポイントですよね、うんうん、あの研究者はこういうことをやって努力できるかどうか調べましたとか、こういうことをやってこんなことが調べられるかやりましたって言うけども、うんうん、それ本当にあの妥当なやり方だったって言えるのかな、うん、っていうことは、なんかその実験場面でしか当てはまらないんじゃないみたいなことはね、もしかしたらあるかもしれない、うん、そこを注意して読んでいくってことは、いいことじゃないかなと思います、うんうん、まあ、課題の2はそこら辺のエコロジカルバリディティのことっていうのをちょっと説明したいなと思って出したんでしたね。そうですね、うんうん、課題の3が、なんで
人間に錯視が見えるのかっていうことで、まあ、論文内でも説明されてるんですけど、うん、まあ、それをちょっと分かりやすく説明してほしいなということで、で誰か皆さん、あ、うん、そうですね、サンライズさんが分かりやすく2行目3行目かな、結構上の方か、まあ、皆さんなんか押さえるべきポイントは大体押さえれていたんですけど、うん、ちょっとなんか自分で書いててもよく分かってないんじゃないかなみたいな感じのですね、書き方の人もいるように感じたわけですけれども、サンライズさんはまあ分かりやすくまとめていただいているかなと思いました。そうですね、人間の視覚システムは先入観や過去の経験をもとに見た像の特徴を物理的な現実に最もありそうなものとして処理するため錯視が見えると、うん、いうことで、多分サンライさんはねちゃんとよく分かってる気がするんですけども、うん、多分分かって書いてるんだろうなっていう感じがねしますね、うん、これ読んだだけではこうちょっとよく分からんぞって人もいると思うんで、うん、まあ、ちょっとこう参考までにですね、例えばですね、多分なんか心理学概論の授業とかで錯視の説明とか受けたことある人は多分分かると思うんですけど、うん、そうじゃない人、多分いきなり錯視とか言われてもちょっとなんか分かりにくいかなっていうのは、うん、思うんですよね、うん、で例えばこれ私 の, 心理学入門って去年やってた、授業のスライドですけども、例えば、はい、なんで錯視が見えるのかっていう話でですね、例えば、こんな安定性の法則とか言われているものがあって、まあ、線が2本書いてあるわけですけども、この線2本の線がですね、こう一致しているとここはくっついているように見えちゃうって、そういう話ですね。で、なんでかっていうと、2本の直線がこれ、2次元ですけど、現実の我々が生きている世界は3次元ですから、3次元空間で2本の直線がバラバラにあって、それの、接してないのにたまたま先端が一致するっていうことは、非常に珍しいので、こんな風になってるとこの2本はくっついてるんだろうねっていう風に受け取る、うん、でも左側の2本とかはこれくっついてなくて、奥行きで見るとこう片方は手前で片方はずっと奥にあるかもしれないとかいう風に、そういう解釈も可能なんだけど、うん、この真ん中のやつはこれはくっついてるよねっていう風に見えちゃう。でそういうことがあるとどんな風になるかっていうと、例えばネッカーキューブっていう話ですけども、左側だとこの真ん中のところがみんなくっついているように見えやすいから、こう立体立方体が見えにくいんですね。ちょっとずらしてやると立方体がはっきり見える、うんうん、けど右側は見やすいけども、左側も見ようと思えばこう立方体見えるんですけども、うんうん、ちょっと見にくくなる。なんでかというと、みんなくっついているようにこう解釈しやすいから。解釈っていうのは頭で考えてるから、まあ、脳が勝手にそういうふうに処理しやすいから、うん。で今回のはカニッツァの、これは、猫はカニッツァの四角形でしたけども、カニッツァは普通三角形が多いんですけども、そうなんですよね、これもなんでかっていうとですね、こんな風にこうパックマンっていう風に言ってましたけども、パックマンのここの線ですよね、ここのところの、延長線がきれいに揃うってですね、見えるっていうことは、うん、たまたまこういう形をしているパックマンが3つこういうふうにきれいに揃うように並ぶってことはほとんどなくて、丸いものが3つあって、その前に三角形のものがあって遮蔽して隠していると、うんうん、こんなふうに隠してるっていうふうに考えた方がありよくあることなわけですよね、うんうん、なので現実世界はね、そうそう、うん、なので、そういうルールとかを使っていくと、まあ、これ四角形ですけども、こんなふうにまあ、丸書きですね、こういうふうに突端で削られていると、うん、あ、前に何かあるんでしょうっていうふうに、解釈しがちであるということですね。でこれが先ほど生徒サンライさんが書いてくれたように、過去の経験とかからしてこう、まあ、最もあり得るようなふうに世界を、まあ、再構成するというかですね、うんうん、解釈するっていうことを人間の、目と脳っていうのはやってるわけですね。でそれがゆえにこうない、そこにはない四角形とか三角形が見えてきたりする、うん、そういう話です、うん。まあ、作詞は面白いですよね。面白くないですかね、どうなんでしょうか、ね、面白いですよね、すごいこの、うん、
現実には見えない、なんか現実にはその存在してないものが見えるっていうのは。うん、で、まあ、皆さん、まあ、この授業取ってるぐらいだから心理学概論とか取ってるかもしれないですけども、うん、あの結構でも大学に入ってあの心理学入門とか心理学概論を取ったあの大学1年生が最初に衝撃を受けるのは、まあ、心理学の授業だっていうからこう人の心についてやると思ってですね、悩みとかですね、うん、あそうそう青春とかですね、生きる意味とかですね、うん、そういうのを期待していくとですね、いきなりこういうの山ほど見せられてですね、うん、まだ見えるかとか言ってですね、これもこうだろうとかああだろうとかですね、あのこうで先生がすごい嬉しそうにですね、このこれ有名なやつですね、この A と B は同じ色なんだぞとか言ってですね、うん、なんでそれが心理学とかいうふうに思うわけですけども、うん、あのこれはあの非常に、極めて心理学で、なんでかっていうと、現実の世界においては物理的には A と B っていうのは同じなわけですけれども、うん、しかしそれが人間の心がそれを情報を処理することによって違う色として見えるということがあるわけですから、うん、心の問題なわけですね、でまあ結構面白いぞという話ですが、あんまりこれやるとまた夢中になって終わらなくなるからそうですね、ちょっと違う授業になってますからね、はい、違う授業になっちゃう、はい、でもサンライさんのこの、まとめはうまく、それをシンプルにコンパクトにまとめてくれたかなと思います。はい、ということで、まあ、前回の課題としてはまあそんな感じで、あとは皆さんからもらった質問を上から見ていきますかね。はい、はい、鳥人間さんが、猫が狭い空間を好む理由はまだ明らかにされていないとありましたが、これを調べる研究はすでにあるのでしょうかと。いうことですけども、多分 ないんですよ ね、あの今回の論文が本当この間4月とかに出たばっかりの論文で、そこでなんかまだ分かってないって書いてるので、うん、分かってないんじゃないかなと思います。で諸説あります、例えばこれとかこれとかって書いてあるわけでもなくて、あの分かってないとしか書いてなかったんで、うんうん、みんなあのどうやって理由を調べればいいんだろうっていう感じなんじゃないかなと思いますね、うん、きっとやっぱ動物だとね、なんかこう認知系の実験となんかこの視覚とかに関するようなそういう実験がね今のところまだ多いですかね、うん、視覚とか注意とか、うん、猫が狭いところに入っていく理由っていうのはね、これ多分猫にねこう話聞くことができてもね、なんかね入りたいからだとかしか言わないんですよ、ね、それだから例えばあの人間にですね、なんかケーキ食べてるときに、なんでケーキ食べてるんですかって言うとですね、多分ですね、人間はですね、甘くて美味しいからとか答えるんですけども、うん、食べたいからみたいな。そう、猫の求めてる猫が聞いてきたとしてね、でも、あの、うん、猫が聞きたいのはもっと違う理由だったりして、で、それは例えば、こう、糖分っていうのはすごくエネルギーが高いからとかね、うん、脂肪っていうのもエネルギーが高くから、そういうものを効率的に摂取してるんだとかいう、そういう回答は、人間の、普通の人間の口から出てこないので、あの、まあ、猫に聞けたら分かるってもんでもなくて、まあ、多分研究者も今途方に暮れてるって話じゃないかなと思います。はい。まあ、やるとしたら、だから、どんな人がやる、分野の人がやるかっていうと、一つはまあ心理学者ですね。比較心理学って呼ばれる心理学者。まあ、であとは、動物行動学の人とかですかね。あの比較認知科学とか、行動生態学とか、ね、あの、言われる分野の人が、興味を持つテーマだとは思います。はい。はい。サンライズさん、なんでサングラスするのか。うん。飼い主がサングラスする。他にもね、なんか、はい、質問いただいたんですけど。To avoid possible visual attention cueing と書かれていましたが、うん、どういう意味なんでしょうねということですけども。うん、これ、まあ、動物飼ってる人だとね、うん、なんかピンとくるかもしれないんですけど、うん、結構人の視線っていうのがその手がかり Q になるんですよね、うん、だから、ね、例えばなんか、うん、人がなんか見てるところの方にこうなんか猫が行っちゃうみたいな、うんうん、だからこう飼い主さんがあれですよね、あのこうカニッツァの四角形の方ですね、こう見ちゃうと、うんうんうん、猫こっち来いみたいなつもりでですね、うん、あの見ちゃったりするとですね、そうするとあのそっちに猫が来たとしてこう困るわけですよね、あの、うん、それは猫は飼い主が見た方に行ったからかもしれないっていうことなので、
まあ、猫がそれを使えないようにしておくためにサングラスをかけた、うん、でもサングラスかけたら猫は飼い主の視線が分からないんですかね。なんか分からないですよね。それもしかしたらそのサングラス越しに見えてるかもしれないですね。そう、なんか違う波長、サングラスって防げない波長域とかを捉えていてとかですね、うん、あの、うん、猫には実は人の視点はバレバレなのかもしれないとか、ちょっとそこはよく分からないですね、うんうん、でもあの猫は、でも猫ってあれどうなんですか、人の視線使うんでしたっけ。知らないな、それ。犬が使うのは有名じゃないですか。なんか猫でもなんかあるとかって言ってたような気がしますけどね。でもあの犬の方が圧倒的に、うん、犬は有名ですよね。犬が使うとか、うん、馬も使うとかいう研究、うんうん、あと羊も確か使うんだったかな。あ、そうなんですね、うん、なんか羊の研究もあるんですけど、猫ちょっと覚えてないですね、うん、ちょっとまたなんか斉藤さんとかに、まあ、そう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 、斉藤さんに猫博士に聞いてみない、うん、まあでも使う可能性があるから、まあ、こういう手続きにしてるんだろうとは思いますけど。そうですね、うん、あとは今ちょっとこうついでにあのもうちょっと後ろの方で、どなたかがあのなんで、実験者なのに仮説を知らないようにしてたのかということを、はいはい、書いてくれた人がいましたよね。猫、飼い主さんはほとんどあの実験者だと思うのになんで飼い主さんに仮説を教えなかったんですかっていう質問を書いてくれた人がいたんですけれども、うん、その理由ってのも今のと同じ、11行目もちもちさんだ、うん、もちもちさんですか。はいはい、うん、でこれも同じですよね。だから飼い主さんがあのこう主観的な視覚のカニッツァの視覚の方に猫に座ってほしいっていう実験なんですよってことを知っちゃってると、うんうん、こうなんかね、視線は動かさないようにしてもなんかこう体の動きとかが、ね、なんかこうそう誘導みたいな感じになったり、うんうん、してしまうっていうね、うん、あの恐れがあるから、教えておかないということですね、うん、なんかこれ別にお家で飼い主さんにやってもらうわけじゃなくって実験室でやる場合にもその実験者の人はなんか仮説を知らない状態でやるみたいなことはまあありますね。まああのこの研究の、うん、研究の責任者だとねあの、うん、知らないってわけにはいかないけど、なんかこう学生さんとか手伝ってもらうとかだったらそういう学生さんには目的を教えないっていうふうにはします、うん、しますね、うん、まあ、こういうの実験者効果っていうふうに言ったりするんですけども、うんうん、実験者がこういう結果が出てほしいなっていうふうにあの仮説を知っていて、思ってしまうことで、うん、本人は気をつけていても、まあ、気をつけようがないところの微妙なこうなんか手がかりを実験参加者、うん、まあそれが人であったり猫であったりするわけですけども、うん、に与えてしまってっていう、うん、あのまあ興味がある人はですねクレバーハンスっていう賢いハンスっていう馬のお話とかですね、うんうん、見てみるとあの面白いかと思います思います。はい、でも大事なところでしたね、はい、じゃあ、戻ってソフィーさんですね、はい、はいはい、そうですね、その今回500匹以上の猫から最終的にはあの実際に分析に使ったのは30匹の猫っていうことですごい減ってるんですよね、うん、でこの点について質問してくださった方すごく多かったんですが、これはですねその今日の範囲にしているところを読むと、まあ、ちょっと著者的にはこういうふうに考えたからだよっていうのを書いているので、まあ、ちょっとそれを今回の課題にしたいと思います。そうですね、あの、うん、せっかくなんでこれはちょうどいいところなんで、うん、謎解きみたいな感じであの、うん、この疑問を持ったまま読んでもらってですね、おーなるほどそういうことかっていうのをですね、うん、あの今回の課題にしたいというところですね、うん、でもがっかりですよねきっとね、ちょっとね、なんかむちゃくちゃ減ってますもんねちょっと、うん、あの皆さんも読むとあれだと思うんですけど僕もこう読んでてですねなんかもうあの実験者さんがですねこのスミスさんたちがですね、気の毒でしたね。あの、うん、まあ、誰が悪いわけでもないと思うんですけども、うん、まあ、そこら辺は読んでもらえば分かるんで、まあ、来週また話をしましょう、うん、そうですね、来週しましょう、はい、これは、はい、はい、ということで、P さんですね、
そう、この動物を用いた実験だと、その被験者は猫からの報告っていうのが得られないので、うん、その猫が本当にその図形や作詞を認識しているのか疑問に思ったっていうことなんですけど、うん、でもこれもし猫が喋れて、うん、なんかこの輪郭見えましたって猫が言ったからといって、うん、本当に見えてるのかって分かんないですよね。そうっていう話なんですよ、うん、これね、あの我々こう心理学者同士だともう今の話でおしまいなんですけど、こう、うん、皆さんに今で伝わったのかなっていう、うん、あのこういう説明を僕もいつも授業するんですけど、伝わってるのかなって毎回心配になるんですけども、うん、ね、どうなんでしょうね、あのこう人の気持ちとか人の考えてることなんて本当の意味では他人の考えてることなんて分かんないじゃないっていう、うん、そういう話です。だから例えば皆さんがこう恋人からね、こう愛してるよって言われたとして、ね、あの本当かどうか分かんないでしょっていう、そういう口がらいことですよ。あのでいくら口ではいくらでも言えるよってこう態度で示してって言われて、まあ態度で示されても本当にその人の心の中に愛というものが存在するかというと分かんないっていう話になるんですけど、ちょっと辛い話ですね、なんか。でもただ態度で愛を示されたらば、その、自分が相手からの愛に期待するものは全て得られるわけですよね、うん、だからそしたら優しくしてくれるとか、プレゼントしてくれるだとか、うん、お皿を洗ってくれるとか、よくわかんないけどもお皿を洗ってくれるっていうのはこうちょっと昨日娘がね、あのこう自分は片付けができないから片付けができる伴侶を得てですね楽をしたいみたいなことを言っていたんで、あの、はい、そこから今ちょっと出てきたんですけども、でという問題がこう心理学の研究っていうものにはもうなんか、構造的に存在するんですよね、他者の心の中っていうのは分からない、うん、まあ、あとさらに言えば、まあ、自分の心の中も分かんないですからね、全くその通りでございますね、ま、うん、私はなんか愛してると思うみたいなことを言って本当に愛してるのかって分かんないですよね。分かんないですからね、うん、いやそういうことなんですよ、うん、であのだから本当にこうあの見えてるかどうかっていうことっていうのを言い始めるとですね、これまあ多分すごい哲学の問題になってきて、うん、認識論とかですね、うん、あとは何だろう、これは形而上学ですか、オントロジーとかいう話になってくるんですけども、うん、ただ、まあ、あんまりそこの深いところに突っ込まなくことにして、まあ、人間の場合には、うん、あの四角形の輪郭が見えてるということはまあ認めましょうと、あの、うん、そんなんだって本当は分かんないんだけどねっていうことは置いといて見えてることにしましょうと、うん、でじゃあ猫について視覚的輪郭が見えてるか見えてないかっていうことについて、まあ、今回もしもこの、これですよね、猫ちゃん、この写真の猫、下の猫ちゃんみたいに、この、視覚的な輪郭の方によく、猫が収まるということが起きたとすると、その結果ですね、その猫の行動を説明する理由として、まあ、最もこう、最もらしく、最も最もらしい説明っていうのは、うんうん、猫にもおそらく人と同じように視覚的な輪郭が見えているのであると考えるのが、うん、最も最もらしい、それも現時点ではね、現時点においては最も最もらしい説明だよねっていう、ことです、うん、まあ、多分ね、そこに視覚があるって見えてないとわざわざその中に入らないと思うので、うん、でもなんかひょっとしたら全くもう人間には想像もつかないようなわけわかんないことが起きて猫はそこに入っているのかもしれない。確かにね、何か視覚システムが全然違ってね、うん、なんか別の見え方とかしてるかもしれないけど。そうなんです、うん、あのまあ、まあ猫はね同じ哺乳類だからあんまそういうことはないと思うんですけども、うんうんうん、あの鳥の研究者とお話なんかするとね、こうびっくりしますよ。あのなんか人間には当たり前に見えるものがね、こう鳥にはですね、あの鳩には見えないっていう。だからあのこうなんか例えばこう線がたくさんある中に一本だけこう取ってのが入ってると、うんうん、人間の目にはこれすぐ見えるんですよね、この違うやつが、うんうん、これすぐ見えるんですけども、鳩はこれが逆に見えなかったりとかするっていう。あのちょっと今の例はね適当に書いたから、あの詳細は違う可能性があるんですけど、そういうふうに
あの、はい、鳥は全然人と違う世界の見方してるなんてことがあったりするので、うんうん、なんか昆虫とかもね、なんか紫外線が見えるから全然見え方が違うみたいな、そういう可能性はもちろんあります。なんかあの iPad のあれが切れましたかね、コネクションが切れましたかね。ちょっと今ね、もう一回つなぎ直します、ね、はい。なんかね、ちょっと、はい、P さんの話は、それでよくて、次、しのぶさん、うん。あ、しのぶさんも数がやけに少ないっていう話ですね。はい、イラハさんですね。The type of visual illusion から due to luminance contrast の部分がはっきりと理解できませんでした。これは例えば Twitter の画像のように、地面とは異なる色のテープで縁取られた場所が架空の輪郭となり、錯覚につながるというような解釈をしたんですが、間違っているような気がするので、解説していただければ幸いです。ということで、ちょっとこの解釈は違いますね。地面と異なる色のテープで縁取られた場所がっていうのは、これは実際に縁取られているので、架空の輪郭じゃなくて、実際に輪郭の線が、あるわけですよ、うん、そうじゃなくってカニッツァの図形で囲まれたエリアっていうのあれ、うん、今出せますかね。カニッツァの図形って出します。これとかですよね。あれ映ってないですか。あれなんかちょっとまた音声が、もしもし、なんか音声がちょっと途切れてて、はい、ネットが調子悪いです。あ、いや、いけた。あ、もしもし、あ、出ましたね、カニッツァ。はい、はい、はい、大丈夫です。インターネット接続が不安定とか言われてるんですけど、まあちょっと頑張りましょう。はい、今戻りました、はい、戻りました。はい、はい、で、カニッツァですね。はい、これはその地面に実際にテープ貼ってるわけじゃなくて、今ここに見えてる四角って、この四角の輪郭っていうのは存在してないわけですね。そう、ここら辺のことですね。そう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 。でもなんか皆さんの目に見えてると思うんですよ、この四角形っていうのが、うん、それが架空の輪郭であって錯視っていう話ですね、うん、そういうことですね、うん、でこれが生じてしまうよっていうことですね、うん。でなんで生じるのかっていうところで、このこれが、何でしたっけ、デューティルミナンスっていう、その、これはインデューサーっていうのが、あ、そうですね、シェイプスインデューサーズですね、うん、パックマンですね、うん、。その形をまあなんか引き起こすものっていうところで、うん、でしかもここの、ところが、このコントラストになってると、うん、多分それがポイントで、っていうのは今こっちで、はい、右側に図を描いてみましたけれども、うん、ここですね、輪郭線でこのパックマンを描くとですね、その場合にはこれ特に輪郭見えないでしょ、ここのところに、うん、これ何も生じてこないんですよね。でだけどもこれが消えちゃった。あ、全部消えちゃった。全部消えちゃったよ。全部消えちゃった。これがですね、多分輪郭じゃなくてコントラストとしてなると、途端にですね、輪郭が見えてくるようになるんですね。うんうん、なかった輪郭が。という、そういう面白い、現象があって、それがまあカニッツァ図形のですね、うん、特徴なんですけども。これ、その色、塗られてる部分と塗られてない白い部分とのコントラストから、その輪郭線が見えてくるっていう。そう。でそれは何でかっていうと、まあ、先ほどちょっと言ったように、まあ、それが最もあり得る説明だからみたいな話になってくるということですね、うんうん、ということが書いてあるところで、ちょっとまあ確かに分かりにくい文章としてはですね、ここで考えられているビジュアルイリュージョンっていうのは、まあ、主観的なですね、主観的なサブジェクティブな、まあ、輪郭ですね、うん、コントですね。で、メンタリティな心理的に、フィクシャス、存在しない架空の輪郭を、うん、パーシティブ見てしまうということですね。
で、その輪郭が何をやってるかというと、このシェイプスインデューサーズっていうこのパックマン同士をつなぐっていうような輪郭線を見てしまう。で、なんでかっていうと、そこにこの光学的なコントラストっていうものが、あるからだと。そのインデューサーという、うんうん、まあそういうような話になる。はい、ちなみに、どうでもよく、いいようでどうでもよくない話ですね。この図形のことをですね、これ本当にパックマンって呼ぶんですね。パックマン図形っていう。はい。これパックマン図形って呼びます。パックマン図形はですね、これ。論文の中にもね、書いてた。書いてるんですけども、うん、パックマンってこれ、日本初ですからね。日本製のキャラクターなので、パックマンっていうのは。これ、キャラクター、あ、まあ、そうか、キャラクターですね。まあ、キャラクターですよ、うん。パックマンっていうゲームを、これ、ハドソンかな、うん、が作って、全世界的な大ヒットになったわけで、うん、でもはやパックマンっていうのが、だから、こう、英語の中で普通に使われてる。まあ、ウォークマンってもう言わないですけど、最近、言わないですね。iPod が出てなくなって、しかも iPod すら今はもうなくなってしまったんですけども。まあそういうものですね。ということはパックマンとかでも今の学生さんそんなゲーム知らないですよね。知らないでしょうね。まあレトロゲーが好きな人はやるかもしれないですけども、はい。でも結構これ日本語です、パックマン。日本語です。ということはちょっと強調しておきたい。はい。はい、次行きましょう。すいません。はい。黒さんが、今回の猫ですね、まあ、いろんな猫の品種で結構偏りがあるんだけど、猫の品種による違いっていうのは問題にならないのかということで、まあ、問題になるかならないかで言えば問題になると思いますけど、まあ、現時点では、そこまでですね、猫の品種まで考えて実験を行うところまで、まあ、できていないっていうのが、まあ、現状というとこかなと思います。そうですね。まあ、だから本当に品種によってね、こう、カニッツァの四角形が見えるか見えないかっていうのは違うかもしれないし違わないかもしれないし、うんうんうん、分からないっていうのが正直なところで、うんうん、品種の影響はあるかもしれないしないかもしれない。で、うん、今回そこが平等ではないんじゃないかっていう黒さんの指摘で、まあそれは確かに平等ではないですよね。やっぱり英語圏の猫が多く参加してる、うん、ミケとかですね、チャトラは出ないかもしれないっていう可能性はあって、うん、だからこれは、うん、まあ前の先週とか先々週とかで見たその一般化可能性っていうところから言うと確かに問題になりしてもいいところだと思うんですけども、うんまあ、今回の研究はそういう意味では、そういう限界っていうものは認めた上で、まあ、まず最初のトライですよね。うん、せっかくだから、飼い主さんに家でやってもらおうぜっていうですね、うん、シチズンサイエンスやろうぜっていう、そういう意味では、まず最初のトライであったというふうに。うん、とりあえずなんか、まあ、どんな品種でもいいから、猫でやってみようっていう。まずやってみよう、そう、猫っていうんで。そうそう。うん、でも、黒さんの指摘が間違いってわけでは全然ないですよ。うんうん、そのこの次の段階として、じゃあ猫の品種考えてみようっていうのがあり得る、うん、けど、まあ、その前にこう猫全体でどうかっていうことをやらないと、品種ごとっていう話にもいかないので、うん、っていうことですね。そう、そうですね。うん、はい、まあ、物事には時に段階っていうものが必要だったりするということですね。次がダンボさんですね。アブストラクトの中のこのダコントロールっていうのの意味するところが分かりませんでしたっていうことなんですが、とアブストラクトでですね、なんか This study revealed that the cats selected a Kanitsa illusion just as often as the square and more often than the control っていうのが出てくるんですけれども、これはまあ要するにコントロール刺激ってことなんですけれども、で今回のそのコントロール刺激が何だったかっていうと、なんかあれですよね、カニッツァーが全部外を向いてるやつですよね。そうですね、これがコントロールですね。うん、でまあなんでこれがコントロールかっていうと、まあ同じような、まあ視覚情報的には同じようなものが含まれてるんだけど、うん、全部このパックマンが外を向いてるから、輪郭が引き起こさないわけなんですけれども、うん、っていう意味でコントロール、そういうことですね。うん、
もしも猫がですね、こういうパックマン的なものですね、が4つあると、その中に入りたいっていう傾向を持ってると。そうそう、うん、四角が見えてる。四角がどうかとか関係なくて、パックマンとか丸いもの、丸っぽいものが4つあると、その中に入っちゃうよねっていう話だと、うん、コントロールだろうと、ハニッツァだろうと、どっちにも同じぐらい入るんですね。そうそう、どっちも同じぐらい入るはずなんですよね。でもそうじゃなくて、このカニッツァとコントロール比較したら、うん、カニッツァの方がたくさん入りましたよってなると、うん、それを説明する理由として、このカニッツァの方はですね、こう何か特別なことが起こってる、うん、で今回の場合おそらくその輪郭が見えてるっていうですね。これコントロールなしにカニッツァだけやってここに座りましただと輪郭が見えたって言えないんですよね、それだけだと、うん、なんか単にこのなんかパックマンがあるところに座りたくなるみたいな話かもしれないので、うん、だからコントロールと比較してコントロールよりカニッツァの方が多かったっていうことが言えたら、まあ、初めて輪郭が見えてるっていう議論ができるということですね。でそういうふうにこうなんか、一つの条件で、まあ、A の時にはこういうことが起こるはずだっていうふうに主張するためには、じゃあ、A に似てるけれども重要なポイントで違う、うんうん、ほとんどは A と同じなんだけど重要な、うんうん、A を特別なものとしている何かのポイントにおいて A とは違っている B という条件を提示して、うん、で B ではそれが起きないんだっていうことを示さないといけないんですね、うん、でそのだから対象ですね、比較対象となるものを、まあ、コントロールっていうふうに、うん、いう実験だとそのコントロール条件とかね、統制条件とかって、うん、っていうふうに言う。これもだから専門用語ですよね、そういう意味ではね。コントロール、そうですね、うん、多分辞書引いて、まあうん、あんまり、ね、うんまあ、そこまでの意味は書いてないかなと思うので、うん、まあ、今回説明できてよかったんじゃないかなと思います、うん、まあ、心理学の論文読む上ではもうこのコントロールコンディションっていうのはもう絶対もう出てくるものなので、ね、はい、今回のことで皆さんはちょっとよく覚えておいてもらうといいかなと思います。また出てくると思います、はいはい、で次がいちごミルクさんで、あ、またもうなんか論文の方に戻っていただいてもいいかもしれない、はいはい、この2ページ目の下から10行目の一文のですね、家猫は識別できる云々っていうところがですね、ちょっと分かりにくいっていうことで、あ、これか、はい、でこれなんかその先行研究の説明をこの一文でざっくりしてるだけなので、確かになんかこれ読むだけだとなんかちょっとよく分かんないんですよね、うん、でまあじゃあどうしたらいいかというと、まあ、先行研究を見てみましょうということですね。そうですね、まあ、先行研究を見ることもできてですね、これが、先行研究ですね。うん、で、まあ、どんな実験やったかっていうのを、これもだから、ちゃんと細かく知りたかったら、論文全部読む必要があるっていうことですけども、うん、まあ、今日はちょっと手抜きをして図だけを見ると、うんうん、まあ、これですかね、この A とか B とかっていうやつね。はい、なんか A の図を見るとなんかこう真ん中に黒い棒ですね、この C みたいなのがなんかあるように見えると思うんですよ、うん、ここですよね。でまあなんかそういう輪郭みたいなのが見える。でなんか B もなんか真ん中に線があるみたいに見える。ここに線があってこう、うん、ここにだからここにこういう半円があるように見えるわけですよね、うん、ちゃんとこう縁が切り取られたこの切断面がちゃんと輪郭として存在する半円があるように見える、うん、見えるっていう、うん、実際にはその輪郭は存在してないんですけど、うん、なんかあるように見えるっていうことですね、うん、でなんかそれをなんか傾けていた時にどうなるかみたいなことをやってるんですよね。多分ね、やってるんですよね、うん、私もなんかこの論文ちゃんと読んでないからあんまり分かんないですけど、こうちょっと画像がモヤモヤとして分かんないんですけど、うん、この、ま、中のこの、円ですよね、
この線、曲線をですね、ちょっとずつこう回していくとこの輪郭が壊れてくるんですけども、で猫がもしも輪郭を見えてるんだとすると、輪郭が壊れてきた時と反応が変わってくるはずだっていう、そういう実験をやっているはずで、で、まあ実際こう見てみると、猫ちゃんの反応が変わりましたよっていうことを示してるっていう、ということを通じて、あ、猫もやっぱりこの、ここが、きれいに揃ってる時と崩れてる時とでは、猫の見えてるものも、違っているんだろうと。で、おそらくだから人間と同じように、猫ちゃんもこう、一番左端の時には真ん中にこう四角い線っていうのこの柱みたいなものが見えてる、つまり輪郭が見えてるんじゃないのかっていうふうに議論してる、そういう論文がありますよっていうことですね、はい、だから、今回の、ね、論文の中でこの一文でちょろっと引用されてるだけだと、まさか今みたいな図だと誰も分かんないと思うので、まあ、やっぱり気になったらちょっと引用文献をさらに当たって確認してみるっていうのがまあいいかなっていう感じですかね。特に皆さんがこれからこうゼミに入ってとかですね、卒論も書いて研究していこうとかいう時だな、あの分かんねえなって思ったら引用されてる文献をどん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 調べていくっていうことが必要になってくるし、まあそうやってこうどんどん知識の幅を広げていくっていうのは別に大学の卒論だけじゃなくてどんな仕事をしていく上でも大事なことじゃないかなと思うので、はい、あのやってみるといいかなというふうに思います。で次のもちもちさんの話はさっき先に解説しましたし、さつまいもさん の, あのさっきのイラカさんのとこと同じですけど、このさつまいもさんの解釈で合ってますね。そうですね、はい、で次が白イルカさん、あ、めちゃくちゃ減ってます、はい、あの減ってる話なの で, な、はい、で白タンさんも、はい、この猫が減ってる話ですね。今回の課題ですね。怠け者さんが、さっき出てきたものですね。そうですね。防ぐためということでしょうか。はい、その通りです、はい、ということですね。ハッピーモンスターさんは、シェイプス、あ、これは先ほどの話ですね。インデューサーズっていうのは、はい、まあ、パックマンの話ですね。はい、でそうですね、ルミナンスの話もさっき平井先生が解説してくださった通りで、はい、で大輔さん、大輔さんは、よくは、These non-human animals retina effective fields are sensitive to contours along a luminance gradient の部分がよく分かりませんでしたっていうのは、まあ、例によってですけども、あのどこがどうわからないのかということをですね、やっぱり本当こう、はい、聞いてもらわないとちょっとわからないっていうことですね。そうですね、ちょっとだからもう課題の回答としてちょっと不適切ですね、うん、これだけだと、うん、まあ、他の人 の, あのこの課題4のですね、質問の仕方と、をよくですね、見てですね、あ、こういうふうな質問をすることが求められてるんだなということを、うん、あの抑えてほしいと思います。なんかその文法の構造がなんかわからないっていう話なのか、うん、なんかそのここのロジックがわからないっていうことなのか、うん、あとはまあそれもでもなんか文法がよくわかりませんって書かれるだけだとやっぱりちょっとどうわかんないのかわかんないので、こちらも。うん、なんか自分はこういうことかと思ったけれども、それだとなんかこういう点が変なことになるからよく分かりませんみたいな感じで、ちょっと自分はどう考えたけれどもなんかよく分かんないとかっていう形で書いてもらいたいなと思います、うん、はい、そうですね、あのよろしくお願いします。はい、はい、次カルタさん、タイトルに If I fit, I sit はなぜ主語が I なのに fit, sit が使われているんだろうかということなんですけども、これはですね、うん、あの私も、最近知ったというか、ちょっと前に妻に聞いて知ったんですけども、これハッシュタグなんですってね。で、
これか。If I fit, I sit っていうですね、ハッシュタグがあって、うん、で、山ほどですね、インスタにこうアップされてるということなんですね。で、まあそこから論文のタイトルは引っ張っていて、じゃあなんでこのハッシュタグで、fits, sits になってるのかっていうのは、それはちょっとよくは、その経緯は知らないんですけども、うん、まあ多分こう、ちょっとこう、文法的に間違えることで可愛らしさというかですね、うん、拙い言葉が拙い感じを出して、だから、課題1でですね、にゃってつけて、語尾ににゃってつけてくれた方がいましたけど、うんうんうん、そういう感じで、こうなんかちょっと猫っぽさというかですね、そういうのをおそらく出してるんじゃないのかな。うん、なんかこの愛が猫とかその動物である感じっていうのを出してるのかなっていう。うん、すごいですね。むちゃくちゃ可愛いですね、これね。うん、これね、見てたらもうなんか授業終わりますね。授業終わっちゃいますね。なんか、はい、皆さんもぜひこれで検索してみていただければいいのかなと思います。はい。で次柏さんですね。その課題2のですね、コンパニオンアニマルの部分でこのパラダイムっていうのを使われてるんですけど、このパラダイムの意味の解釈が分かりませんでしたっていうことなんですが、これはその今回お家で実験をやってもらうっていう理由としてその2つ目で挙げられているもので、 The paradigm's success in studying companion animals including cats っていうのがあるんですけれども、このパラダイムが何かがよく分かんないって話ですね。うん、このパラダイムは、これはあれですよね。シティズンサイエンス。シティズンサイエンス、これですね。うん、これがパラダイムですね、うん、で。シティズンサイエンスっていうのは何なのかっていうのが、これが、そういうパラダイムを使った。まあ、パラダイム、この時のパラダイムだから、方法ぐらいの感じですかね。そうですね。うん、まあ、でシティズンサイエンスは何かやり方。うん、やり方。シティズンサイエンスっていうのはこう市民科学って日本語でも最近言うんですけども、うんうん、こう研究者が研究をすべて行うんじゃなくて、いろいろな科学研究とかに興味がある、まあ、一般市民の方に、うん、市民の皆さんにやってもらうみたいな、そう、一緒に参加して、でデータ集めとかからやっていただこうと、うん、そういうのもやっていただこうっていうか、やっていただくというか、データ集めから一緒にその、まあ、みんなで一緒にやろうみたいな、一緒にやろうっていう、そういうプロジェクトっていうことですね。うん、今回もその飼い主さんが例えば猫ちゃんを、うちの猫を実験に使ってくださいとか参加させてくださいって言って連れてきて、あとはお任せじゃなくて、うんうん、飼い主さんがまあ、このあと今週多分読むところとかになるんですけども、うん、いろいろこう実験の部屋にこう準備をして、で実験を行って、でデータを集めて、それを研究者に送るっていうことやって、すごくアクティブに参加してるわけですよね。でそういうやり方のことをシティズンサイエンスって言っていて、うん、まあ、そのザ・パラダイムっていうのはこのシティズンサイエンスっていう方法やり方ということです。うん、でこれまでにもその猫とかのペットを対象にして、まあ、うまくいってるんですよっていうことを書いてるわけですね。うん、そうですね。このバーエトアルっていう論文ですけど、これはですね、蛇の回転錯視をですね、やってるやつですね。うんうんうん、立命館の北岡先生の世界的に超有名な、うん、ね、錯視の。論文にもちょっと出てますけども、表の位置のところですね。これですね。うん、これが蛇の回転錯視、ね。なんかぐるぐる回って見えるっていうね。うん、人によってはすごい酔って気持ち悪くなるっていう。うん、これ猫にもね、なんかぐるぐる回って見えるっていう話ですね。で、その説明で、今の説明で良いんでしたっけ？そうですね。まあ、であと、なんで猫でうまくコンパニオンアニマルの話が出てくるのかよく分かんなかったみたいなことが確かご質問でありましたけれども、うん、確かになんかこの理由の1と3っていうのは、うん、なんかその家でやらないといけない理由って感じなんですけど、うん、2はなんか家でやらないといけない理由って感じではちょっとないんですよね。うん、だからなんか、うんうん、なんか1と3
とはなんかちょっと理由の何ですかね、こうレベルが違うというか、うん、こうだからなんでシチズンサイエンスでやったのかって時に、1は、まあ、猫ちゃんは新しい環境苦手だから家でやるのがいいよね、うん、やった方がいいよね、うん、で3は、COVID-19 の問題があるから接触できないよね、だからシチズンサイエンスでやらなきゃいけないよね、うん、やる必要があるよねっていうかなり積極的な理由なんですけども、うんうん、まあ、2ってのはそれに加えて、まあ、実際それにさ過去にやっててさうまくいってんだよっていう感じで、うんうん、あのそれをもう一押しするみたいなこうサポートするような理由ですよね、うんうん、積極的な理由っていうよりかはサポートする理由ってことで、ちょっとあの理由の、まあ、あの今、鳥山さん言ったように次元が違うというかですね、うん、いう感じがするので、なんかちょっとなんか並列で言われるとちょっとうんってなる部分は確かにあって、うん、だからなんかこう1と3だけ先に上げて、うん、でなんか加えてみたいな感じで2の話も、うん、持ち出すみたいな構造だともうちょっと分かりやすいのかな。なるほど、確かにそうかもしれないですね、うん、まあ、実際 そうね、 1、3、2の順で良かったんじゃないかっていう質問するんですけども、うんうん、まあそこは著者のなんかの好みなのかよく考えてなかったのかは分かりませんが、うんうん、あのそれでちょっとこう引っかかったところじゃないかなというふうに思います、うんうん、はい、次で、カブさんの2枚目上から8行目のグラフィカリーレンダードイリューションズの意味がちょっとよく分かんなくて、なんかこの一つ一つの単語の意味を調べたら分かるんだけど、まあ、うまくつなげられなくて、でこの3語で一つのですね、この専門用語みたいなものなのかというと、そういうわけでもないと思うんですけど、うん、もうこれ本当に単純にそのグラフィカリーにレンダーされるイリュージョンっていうことだと思うんですが、要するにその図形によって引き起こされる錯視っていうことですね、今回のように、うん、でこれを理解するためには、あの世の中にある錯視っていうのは図形によって引き起こされるわけではない錯視っていうのも存在するっていうのがまず知らないとちょっと分かりにくいかもしれない。そうですね、まあ、ちょっとどういうのがあるかっていうと、こうすぐに月の錯視とかですかね。あ、月の錯視とかもそうかな。でもあれもある意味グラフィカリーなんじゃない、まあビジュアリー、あれでもグラフィカリーとは言わないと思います。そう、ね、月の錯視は、そう、ね、月の大きさの錯視とか、うん、あの地平線に近い方が大きく見える的なやつね、うん、まあ、あとは、マルチモーダルな、まあ、錯視っていうのと違うけど錯覚ですね、あの物が見えるって話とはちょっと違うけど、マガーズ効果っていうのがあって、うん、こう同じ音をですね、まあまあまあだかバーバーバーだか言ってるんですけども、はいはいはい、その時にあの口がまあまあまあの口での、動画を見ながらその音を聞くとまあまあまあって聞こえて、バーバーバーの口をの動きを見ながら同じ音を聞くとバーバーバーって聞こえるっていう、うんうん、そういう錯覚とかがあったりして、そういうのはこうグラフィカリーレンダーでイリュージョンとはちょっと違う。今回はそういう意味では本当図画像ですよね、 図形をこう見て、うん、それが引き起こす錯視っていうことを言ってるという話、うん、次が、トレイン&トランスファーム、これも似たような感じですかね、ある意味。そうですね、なんかこういう動物の実験とかでよく使われるようなものですかね、これは。そうですね、あのこのトレインっていうのはこうトレーニングのトレインですよね、あの訓練っていう、うん、あ、そう、電車じゃないですね、電車じゃないです、うん、というところで、あの動物の実験やるときってどういうふうにやるかっていう、動物に まあなんかまずですね、こう練習をいろいろさせて、あの今回はこういうふうに回答するんだよっていう、うん、あのそういう訓練をするんですよね、うん、なんかこう長い方の線を選ぶと餌がもらえるみたいな。そう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 、でそれをした上で、じゃあ今こう常にこう長いのと短いのと2本の線が出てきて、長い方を選ぶをこう例えば鼻で押すと餌がもらえるってことを訓練した上で、うん、あの長さが違って見える錯視ってミラーリアって皆さん分かりますかね、うんうん、ちょっとこう画面を出して書いてみますけども、あのこういうやつですよ、こういうやつ、こういうのあるじゃないですか、うん、同じ長さなのに、同じ長さじゃないけれども、同じ長さじゃないけどないけども、あのこう長さが違って見えちゃうみたいなね、う
で、これで、これ本当だとどっちか見えるんでしたっけ、なんか同じ長さじゃないからもうよくわかんない。ちょっと同じ長さじゃないからよくわかんないですけど。直線を同じ長さで。いやでも、下の方が長く見えるんじゃないですか、まあ、いい確かこっちですよね。こっちが下。うん、下の方が奥行きが遠くに見えるはずだから。そうですね。うん、そうすると同じ長さの時に、こっちを選ぶと。うん。もしね、その長い方を選んだら餌がもらえるっていうトレーニングをしている動物がこの絵を見せられたら、うん、下を選ぶことがあると、うん、その訓練の結果がこの作詞、白紙図形に転移してですね、うん、トランスファーして下の方を選ぶってことになるでしょっていう、うん、しかもまあ作詞が起こってるんだっていうことが分かるわけですね。まあ、これは作詞じゃないけど、まあ、ちゃんとしたミラーリアだと。はい、そうです。すいません。ミラーリア。ミラーリアのイメージ図ですね。うん。はい。ということを言ってるのが、トレイン&トランスファーテスティングっていう、そういう実験のやり方のことを指しているという話ですね。これもちょっとね、そこら辺の話を知らないと分かりにくいっていうのは全くその通りかなと思います。そうですね、なんかそういう動物の実験ってこういうふうにやるんだみたいなのを知らないとなんかちょっと想像がつかないですかね、うん、だからまさに本当なんかね、ここで課題の読んで質問してもらうのに適切な質問だったと思います、うんうん、はい、YM さんのイントロダクションのところで The reason for this behavior is still unknown but is clearly highly desirable という文があって、うん、でこの行動の理由はまだ不明だが明らかに非常に望ましいというふうになると思いますが、なぜこれが望ましいことなのか分かりませんということなんですが、うん、これなんか途中で主語が入れ替わってるんですよね。だからちょっとなんか分かりにくいんですが、これこの行動の理由が望ましいわけじゃなくて、この bad 以下っていうのはBut this behavior is clearly highly desirable for cats っていうことなんですね。だから、要するにこの文っていうのは、なんでそういう行動をするのかはよくわからないけど、まあ、その行動っていうのは猫にとっては非常に望ましい行動なんだろうみたいな、うん、日本語になるかと思います。うん、だからまあ、やっぱりなんかね、これ英語的には OK なのかどうか分かんないんですけども、僕はネイティブではないんで、うん、だからやっぱりこれ構造としておかしくないかっていう。ちょっとよく分かんないですよね。うん、多分 YM さんは、The reason for this behavior っていうのが、2つの is の、主語に、共通の主語だと思ったんじゃないか、うんうん、で僕も最初そういうふうに読んで、こうその理由が分かると嬉しいってことなのかなとか思ったんですけど、うん、それもなんか変な話だなと思うんですけど、うんまあ、おそらく最初の is の主語は the reason なんですけども、うん、2つ目の is の主語はいつの間にか this behavior と入れ替わってる気がします、うんはいまあ、英語はちょっとまずいのかもしれないです、うんまあ、ちょっと分かりにくいですね、はい、確かに、はいはい、で最後シナモンさんがテーブル1が表す意味がよく分かりませんでしたと、特にサンプルとタスクタイプが分からないということで、で、このテーブル1っていうのは、確かになんか論文の中でこの説明をですね、すごくされてるわけじゃないので、まあ、よく分かりにくいといえば分かりにくいかもしれないんですが、要するにその、これまでの研究ですね、先行研究でどういうものがやられていてっていうのを、まあ、この図にまとめました。っていうそういう図なんですけれども、うんまあ、図というか表ですね、ごめんなさい、うん、だからまあ確かに論文の中を読んだからといって、まあ、これが理解できるっていう仕様ではないんですが、うん、そうですね、まあ論文読み慣れてる身からすると、ああ過去の研究こうやって一覧表にまとめてくれて大変、うん、すごい分かりやすい、うん、でまあこのサンプルってのは何かっていうと、実験、過去の研究で参加した動物がどういう動物だったのかっていうんで、うん、一番上のドゥビアールさんのやつだと、トゥードメスティックキャッツですから、うん、家猫で2匹だと。あ、2匹しか調べてない。ね、で次のやつ のデブルーフですね、この丸が大きく見えるかどうかっていうやつは、うん、これは18匹の猫でやってるとかね。うん、で、下の方に行くと、
この蛇の回転錯視のバースさんたちは69匹、これはあのシティズンサイエンスでやってるんで結構多いですよね。うんうんうん、まあ、69匹なんだなということとかね、なんかスリライオンズとかね、ライオンでもやったスリライオンズかね、ライオンかって同じかっていう、うん、これでもあれですね、あのこうダメですね、あの種名がイタリックになってなくて、なんかちょっと爪が甘くないですかっていう、あまあいいや。でタスクタイプっていうのは、あのさっきのトレイン&トランスファーっていう話が分かりにくいって言いましたけども、うん、あれと同じような形でこう動物実験をやるときのですね、あの標準的な手続きっていうのはいくつかあって、まあ、それをこう、うん、トゥーチョイスディスクリミネーションタスクっていう、こう、まあ、なんかまあ、2つの刺激の中からどっちか選んだら、なんか、正解を選んだら餌がもらえるみたいな。もらえるみたいな、そういうやつとかね。うん、で、トゥーチョイスのスポンテーニアスっていうのは、これは別に選べっていうふうに訓練するんじゃなくて、自然にどっちを選ぶかっていうのを、こう、自然、うんうん、より自然な状況で見てるとかですね、うん、あのそういうやり方が、あって、まあ、ここら辺はあの専門家はですね、うん、あのそういうのを知ってるから、これだけ表見れば分かるということで、うん、まあ、皆さんはちょっとあの何のこっちゃって分かんなかったのは、これはまあ仕方がないことだと思います。うん、でも、まあ、まさにだから、これもあの先ほどと同じで質問してもらってよかったところだと思いますね。はい、分かんねえって思って、どういうことなんですかっていうふうに質問するのに値する質問だったと思います。はい、それで皆さん行ったのかな。そしたらそうですね、はい、じゃ あ, あの今週はその残りをですね、はい、読んでもらう、はい、4ページからですかね、4ページから、ね、うん、このプロシージャーのところから、ね、から、まあ、最後まで読んでいただいて、うん、で今日の課題としてはまず一つ目が、その、さっきも言った通り、脱落者がすごい多いわけですけれども、まあ、その理由について、著者たちはどういうふうに、まあ、説明しているか、っていうのをちょっとまとめていただくと。はい、で、二つ目が、はい、いけますか。はい、いけると思います。二つ目がですね、この、論文を紹介した記事がいくつかあるんですよね。うん、ちょっとディスコードのやり取りが。そうですね。あまりよろしくないです。あ、これね。そうですね。一つはそれです。まあ、あのリンクは送るので、心理学会が書いてる記事ですよね。はい、うん、こういうあの論文よりは随分短くまとめてくれてる記事が一つあって。うん、であとは、こういう、これは日本語の、日本のギガ人というサイトが紹介している記事もあると。はい。いうことなので。ちょっと、この2つの記事を、まず読んでください。うん、まあ、ギガ人の方はね、日本語だからすぐ読めるかと思うんですけど、ちょっとこのリサーチダイジェストの方は英語だし、ちょっと大変かもしれないんですが、まあ、読んでいただいて、まあ、論文よりは随分楽ですよね。うん、短いですからね、うん、ちょっとこの2つを読んでもらって、で、うん、それぞれこういうなんかまとめ記事として良いなと思う点と悪い、うん、あんま良くないなって思う点をちょっと考えてみてほしいなと思います。うん、まあ、2つ比較するとこう共通している面もあるんですけども、ちょっと違う、うん、あのテイストを持ってるところもあって、うんうん、まあ、それぞれのウェブメディアの性質とかにもよるところはあると思うんですけども、うん、あのこっちの記事の書き方はこういうところがいいし、こっちはこういうところがいいし、うん、でもどっちもこういうところがいいけれども、どっちもこういうところはちょっと足りないとかですね、うんうん、いろいろあると思うので、今回はだから論文を読んだ上でそれを紹介する記事を読んでみて、そういう紹介の仕方ってどうなのかなっていうことを考えてみてほしいという、うん、そういう狙いの課題ですね。そうですね。まあ、ギガ人とリサーチダイジェスト読んでもらうと分かると思いますが、まあ、結構テイストが違うんですよね、この2つ。だから本当それぞれ良い点もあれば悪い点もあると思うんですけど、まあ、そういうのをちょっと考えてみてほしいなと。はい。それが今回の課題ということですね。はい、あとはあれですね、いつものように、何か一つ質問をしてくださいと。はい、まあ、あの分からない場合はちょっと分かりませんでしただけで終わらない
ちょっとどこがどういうふうにとか、こう自分はこういうふうに考えたけどっていうのをちょっと書いていただきたいなと思います。はい、できれば、できればじゃない、そのようにしていただきたいと思います。はい、そのようにしてください。はい、はい、じゃあこれで今週の分は OK ですかね。はい、はい、じゃあまた猫の論文引き続き最後までですね、頑張って、今週の分のところには写真も出てくるし、はい、そうですね、ちょっと猫かわいいですよね。癒されつつ読んでもらえたらと思います、うん、はい、じゃあ OK ということで、はい、そしたらまた来週、はい、また来週、お疲れ様でした。